滋賀県小名市石部駅前の司法書士行政書士の高杉と申します。今回もよろしくお願いします。今回はですね、高杉司法書士行政書士事務所のアクセスということでですね、当事務所のアクセス方法についてですねご紹介させていただければと思います。ですね、ご来所いただける際はですね、参考にしていただければありがたいなと思います。当事務所はですね、滋賀県湖南市にありまして、JR 草津線、石部駅のロータリーに面した、マンションの1階にあります。で、大津草津京阪神方面から、電車を使ってお越しいただく場合は、JR 草津駅で草津線に、お乗り換えの上、お越しいただければと思います。三重や、甲賀市の方面から、来ていただく場合は、JR の柘植駅とか、ですね、木深川駅ですね、草津線にお乗り換えの上、お越しいただきますようお願いします。JR 草津線なんですけども、時々忍びトレインといいましてですね、すごくかっこいい電車が走っておりましてですね、すごく見つけると嬉しい気分になるんですけどもでですね、話を戻しますと、駅の出口からですね、当事務所、約50メートルほどでして、ここまで駅に近い事務所というのも滋賀県内では珍しいんじゃないかなと思います。お車でお越しいただく場合なんですけれども、急の1号線ですね、国道1号線、現在は県道の4号線になっているんですけれども、こちらの、石部駅口という、交差点をですね、踏切や、駅の方に曲がっていただいてですね、踏切を越えて右側ですね、駅の方に進んでいっていただくと、事務所があります。ですね、滋賀県のラーメン好きの方なら、多くは知ってですね、知っておられて、なおかつ美味しいと有名なですね、石部のラーメン富士の近くの信号です。はい、駐車場なんですけども、事務所のあるマンションから見てですね、駅と反対側の、石部駅前モータープールさんというところですね、こちらの駐車場の、50番ですね、50番をですね、お借りしてますので、来週の際はこちらご利用いただければと思います。現在はですね、滋賀県蒲生郡日野町というところに住んでおりまして、湖南市だけでなくですね、日野町、甲賀市、旧蒲生町、旧永源寺町、その他周辺の方はですね、とてもアクセスが良くなってますので、ぜひお気軽にですね、お声掛けいただければと思います。で、日野町でも営業にもですね、注力しておりまして、日野町の商工会、さんにも、入らせていただいてます。石部町も、旧の石部町もですね、日野町もですね、歴史のある町並みがある区域で、観光にもすごいおすすめのところでして、そうですね、一度訪れてはどうですかね、すごくいい場所だと思いますので、はい、今回は、事務所のアクセスの、ご紹介となります。ご視聴ありがとうございました。